初代カンバーランドテビオットデール公爵、アーネスト・オーガスタス・カンバーランド・テビオットデール公爵は、イギリスの公爵院、グレートブリテン貴族として一度創設された。イギリス国王ジョージ3世の、イツオ・アーネスト・オーガスタス王子は1799年4月23日に、アイルランド貴族である、アルマー・伯爵とグレートブリテン貴族である、カンバーランド・テビオットデール公爵に除された。 アーネスト・オーガスタスは1837年にエルンスト・アウグストとしてハノーファー王国の国王に即位し1851年に死去すると息子ジョージがハノーファー王とカンバーランド・テビオット・デール・公を継承した。ハノーファー王国は1866年にプロイセン王国に併合されたがジョージはハノーファー王への請求を取り下げないまま1878年に 死去、息子、アーネスト・オーガスタスが、ハノー・ファー王への請求とカンバーランド・テビオット・デール、公を継承した。アーネスト・オーガスタスは1878年に、ガーター勲章を授与されたが、1915年5月13日に、剥奪され、1919年3月28日には1917年、称号剥奪法に基づく国王ジョージ5世の命令により、 カンバーランドテピオットデール公の借位を剥奪された。クラクルフト貴族名官によると、アーネスト・オーガスタスの三男アーネスト・オーガスタスの孫、アーネスト・オーガスタスは1917年、称号剥奪法第2条に基づき、カンバーランドテピオットデール公の回復を求めることができる。ありがとうございます。